北西部のズデーテン地方には相当な数のドイツ系住民が暮らしていました。オーストリア・ハンガリー帝国が崩壊した時にこの地方がチェコスロバキアに組み入れられたことがその理由です。ベルサイユ条約の締結以降、この地方で紛争が起きるのは時間の問題でした。ヒトラーはズデーテン地方のドイツ系住民たちに自治を求めるよう働きかけ、チェコスロバキア政府を武力で威圧しました。